福島リハビリテーション病院は、大阪府岸和田市にある医療法人衛身会が運営する病院。南大阪最大級の回復期リハビリ病床を持ちあらゆる疾患のリハビリテーション治療や、滑血、肺循環センターと呼吸リハビリテーションセンターといった専門性に特化した総病床数157床の病院である。 発血肺循環センター1、回復期リハビリテーション病棟入院料1、2、医療安全対策課3、2、3、入院時食事療養4、薬剤管理指導料5、検体検査管理課3、6、在宅時医学総合管理料7、ペースメーカー移植術及び、交換術8、CT 撮影及び MRI 撮影9、脳血管疾患等リハビリテーション料10、運動期リハビリテーション料11、 呼吸器リハビリテーション料12、輸血管理料13、麻酔管理料14、手術前医学管理料15、無菌製剤処理量16、在宅患者死科治療総合医療管理料17、感染防止対策加算28、患者サポート体制充実加算19、救急搬送患者地域連携受け入れ加算20、診療録管理体制加算21、 植え込み型心電図検査22、植え込み型心電図記録系移植術,術及び、植え込み型心電図記録系適出術23、データ提出加算24、時間内歩行試験25、後発医薬品使用体制加算2行液と、病院を巡回する送迎バスを運行している。ありがとうございます。